今日はですね、その今の定理を用いたその、まあ、もう一つの計算例としまして、その有理数をですね、循環小数表記から復元するという計算を紹介したいと思います。で、まあ、今回はですね、このような問題を考えますけれども、Z という有理数があったとして、でこれがt 分の s という形で表されているものとします。で、あと、まあ、st はともに0以上で、それから t の方が s より大きくて、で、まあ、分母分子とも ある m という整数で抑えられ、大きさが抑えられているものとします。で、さらにですね、これに対してその2倍の m2 乗をですね、よりもその10の形状が大きくなるような k に対して、z でこの有理数ですね、有理数の小数表記が、今この有理数 z は、分母より分子が小さいですから、1より小さい正の数なんですけれども、この小数表記が 0.z1、z2、z3 という、 こう桁ですね、ディジットで、まあ、小数大 k 位までは分かっているものとします。で、この時にその次のアルゴリズムを使ってそのこの z の規約分数の表現を得られるというのが、その先ほど紹介した定理の応用です。で、ここで、まあ、レシナルリコンストラクションというまあ、アルゴリズムの名前を付けましたけれども、まあ、入力としましてはいくつかありまして、まずそのこの z ですね、まあ、与えられたこの z の、その有理数の表現はまだ分からないんですが、まあ、その循環小数の表記、この、まあ、b ですね、この表記 b は分かっているものとして与えられているものとします。それからあと、m、この m というのは、分母の大きさの、まあ、乗解ですね。分母の大きさの乗解としてこの m は与えられているものとします。で、それからあとそのこの t 分子 t の乗解となるその m に対してこの2倍の m2 乗を上回るような10のべきですね、10の指数 k というのも分かっているものとします。で、以上のものを入力として、で、出力は何を得るかというと、この未知の z ですね、有理数 z の規約分数表現を、まあ、得るというアルゴリズムです。で、実際の計算は次のような手順で行います。とまず、10の形状を n に代入しまして、でそれから b というのはその z の循環小数表記ですね。で、この z の循環小数表記を n 倍した数の整数部分を b' という変数に代入しておきます。で、次の2番目のステップでは、この1番目のステップで作った n と b' からですね、このに対して拡張ユークリッド誤助法を行って、その乗与列を計算していきます。で、どこまで計算するかというと、その乗与 Rj がラージ M ですね、 分子分母の乗解ラージ M を下回る、最初に下回るところまで Rj というのを計算します。で、そうしますと、その時のこの拡張有機質の誤助法で付随する Sj と Tj からですね、その求めるが、実は求めるべきその有理数の手がかりになっているということが言えまして、でそこが第3のステップなんですけれども、Sj を S' と置きなさいと。それからマイナス Tj ですね、 Tj のマイナス1倍を T' と置きなさいと。それで、実はそうしますと、この時の T' 分の S' がそのも本来与えられていた循環小数ので与えられていたこの B' の有理数、規約の有理数表現になっているというのが、まあ、このアルゴリズムです。
で、一応まあ、今回は時間の都合でその証明は省略しますけれども、定理の 4.83 というのがありまして、で ここにありますように、その今のアルゴリズムの出力、t' 分の s' というのが、実はその与えられた小数表記、b が表す有理数 z の規約分数表記になっているということが言えます。ということで、次のその例の 4.83 というところで実際のその計算例がありますので、まあ、それをちょっと紹介したいと思います。で、ここではその、まあ、循環小数ですね、 0.285714 で循環するその循環小数をまあ規約分数で表すという、ことをか計算を行います。で、まあ、これまでの方法ですと、その確かこの授業のずいぶん前の方で一回紹介しました、確か、十進二進変換のあたりで、まあ、この小数分数変換のことも紹介したと思うんですけれども、その時の方法の、計算過程をですね、振り返りますと、最後のステップで、この R がですね、このような形で99999分の285714と出てきて、でここからその、与えられた有理数は7分の2であるという結論を、まあ、得ておりました。で、この方法でその難点としましては、その分母の t ですね、この分母の t のその上階が例えば m ラージ m というふうに分かっているものとしましょう。でこの場合ですと、例えば分母のが実際にはこれ7ですから、まあ一桁の整数なわけですね。一桁の整数だとしたときに、この計算方法ですと、その循環節の長さっていうのが大体これ桁数ですね。桁数が O のラージ M のオーダーになると。ラージ M のオーダーっていうことは、例えば今まあその分母が7の時に、循環節の長さが、あ、そうか、長さが大体この場合は6桁なわけですね。そうすると大体この分母の大きさと循環節の桁数が比例するというのが、まあ、経験的に分かりますので、そうするとこの方法ですと、その例えば、まあ、循環節が10桁のオーダーだったら、あ、じゃあごめんなさい、分母の大きさが大体10ですね、10だから、1桁、2桁ぐらいのオーダーだったら、大体循環節の長さは10桁ぐらいになるし、そうするとあと分母の大きさが、まあ、100のオーダーだと大体10の2乗ですか、3桁のオーダーだったら、循環節の長さが100桁のオーダーになると。いうことで、その分母の大きさに対してその循環節の大きさが指数的に増えるわけですね。でそこでが計算が非常に大変な部分であります。でそこで一応このアルゴリズムでの計算方法を紹介しますと、一応ここではそのアルゴリズムの入力として、まず0.285714というその循環節の最初の一巡目のですね、小数表記が与えられているものとします。で、それから、あと、ラージ M ですね、分子と分母の上階のラージ M として7が与えられているものとします。で、この時に、その、この M の2乗の2倍、がですね、を10の形状が上回るようなその10の指数 k を求めておくんですけれども、この場合 2m2 乗っていうのはいくつになるかっていうと、今 m が7ですから、そうすると 2m2 乗は49の2倍で98になるわけですね。そうすると10のべきで98を上回る最初のものっていうと、まあ、10の2乗が100にすれば、まあ、98は大きくなりますから。そうするとこの場合は K を2と置けばいいわけです。
で、そこで、N としてこの100を100というふうに、置きまして、でそれからとこの B プライムっていうのはどういうものかというと、その先ほどの小数表記 B ですね、この小数表記 B を、N 倍した数の整数部分を取ったものです。ですので、具体的に計算すると、B が 0.285714 ですから、それを N 倍ということで100倍します。そうするとこれは 28.5714 ですので、その整数部分を取りますと28ということになります。この例ではその B プライムには28が入る、代入されると。で、そうすると次のステップでは、この N と B プライムから始まる拡張有給と誤乗法を計算しましょうということなので、100と28からですね、拡張有給との誤乗法で、乗用をどんどん計算していくんですが、どこまで計算するかというと、そのラージ M ですね、その上階、分母分子の上階ラージ M、今7ですけれども、7を乗与が下回った最初のステップまで計算するということですね。でそうしますと、まず R0 が100でして、で R1 が28で、ここから割り算を進めていきます と、R2 が16ときて、 R3 が12となります。で、R4 を計算したところで R4 が4になりまして、でここでそのラージ M の値を下回りますので、この段階でその計算を終了すると。なります。で、で定理の言っていることを、定理というかアルゴリズムのその言っていることは、この時点でのその S と T の値を使いなさいと。 S と T というのはこの2とマイナス7ですね。で、具体的にはどう使うかというと、この2が、この S がその求めたい有理数の、分子になりますと。でそれからこの t をマイナス1倍したものが、求めるべき有理数の分母になりますということで、この場合はその7分の2というのが本来与えられていた有理数として答えになって出てくるというのが、このアルゴリズム の一連の動きです。ここまでよろしいでしょうか。一応このような形でそのアルゴリズムが動きます。お待ちください。はい、ということで今回はですね、その有理数を乗与化に埋め込む計算をについて紹介しまして、特にその後半ではその有理数を循環の小数表記からですね復元するというアルゴリズムについて紹介いたしました。で次回はですね、今度はその中国乗与算法の応用として、モジュラー算法と呼ばれる一連のアルゴリズムについてまず概論を紹介したいと思います。それからそのモジュラー算法の中の具体例としまして、行列積の高計算ということで、教科書の方ではテキストの方では 4.9 節にありますけれども、そちらの内容を中心に扱いたいと思います。ここまで何か質問などございますでしょうか。じゃあそれでは今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。